僕にとっての余白はこういうことだと思います。そもそも邦楽っていうのはまさに余白の音楽だと思うんですね。その音が鳴った後、その散り際の美学というか、なんかそういう本当に余白のね、美しさをどうやって演出するかっていうところに邦楽の魅力って一つあると思うんですよ。だからそれをギターでもその表現してみる。例えばそのこの先みたいな、なんかここに邦楽は和楽器の人たち、まあ、すごい楽しみながら演奏していたりするんで、最大の魅力かなと思いますね。邦楽ってね、余白があると思うんです。音楽に、音楽で余白を感じれるものっていうのは意外と見渡してもね、邦楽しかないんじゃないかなぐらい、僕はまあすごい気持ちいいものだと思います。それを会場で聴いていただいて、いろんな分野の余白とともに楽しんでいただけたらなと思います。